ここから中日を立て直すために必要なことって何？これからのドラゴンズに必要なことは何なんだろうか。若手を育てるって方針は良いけど育てる人がいないような。現代の野球観を持ってる監督と首脳陣で固めることじゃないかな。できればモチベーターな首脳陣も集めていく。松井裕介とかそういう意味ではかなりいい人材だった。客は入りまくってるからセーフ。もう1軍と2軍を総取っ換えしたらマイナスとマイナスがかかってプラスに転じるかもしれん。名古屋財界で連携して中日シーズンシート不買運動とかせん限りは立て直すの無理なんちゃうけ。チーム改革を急ぎすぎたのかな。勝つにはまだまだ何か足りない。使えば育つのをやったんやろな。自分基準の古い物差しで測ってる説ある。負けてもええ理由を選手に与えすぎやねん。こんな状況で育てた主力みたい。この先毎度同じところでへたれるようになるで。血の入れ替え笑い。そんなうまくいくわけないわな。頭固いけど軸もブレブレやし周平のセカンドはない。中日ファンは何が楽しみなん？立浪の解任。1軍2軍2年連続再開の異様。最多借金チャレンジ。あと適当に若手が躍動すること。勝利は求めてない。最初の頃はもうちょっと笑えるネタ的な弱さがあったよな。今それすらなくなってるよな。もちろんコーチにもいっぱい意見はあるけど、荒木も森野も西山も落合も大西もみんな来年また立浪の下でコーチしたいと思ってるんかな。達人が今は評価されなくても後々評価されるとか言い始めてて、ずるいわ。一人でも育ったら立浪の手柄にするつもりやろあいつら。すでに岡林育てたの立浪の手柄としてる連中やしな。競争がないから多分今の若手が育っても弱いままやと思う。今年再開は多分確定やけど、今年終わった頃には投手陣がボロボロになってそうな気がするわ。来年戦える戦力をまた一から作るのか。どのみち来年までにこの先勝てそうなチーム作らんと、投手陣は次々逃げ出すだけやし、野手の世代交代みたい急ぐ必要もなかったんよな。でも下手に4位とかになるよりは最下位でドラフト優先した方がいいもな。凛太郎くん取ろう。お断りされそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。